リオンディーズは、日本の競争馬、シュボバ。通算戦績5 0 0勝。2章、2015年の朝日杯、フューチュリティステークスの勝ち馬である。2015年度、JRA 賞最優秀に歳ボ馬。馬名は、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、冬物語に登場するシチリア王の名前が由来で、父馬と母馬のそれぞれの名前から連想されたもの。11月22日の京都競馬場。 芝2000メートル新馬戦で、安城、岩田高生で、デビュー、終始かかり気味ながらも4コーナーから、抜群の伸びを見せ見事デビュー戦を勝利で飾った。続く2戦目は、デビュー戦の2000メートルから距離を一気に1600メートルに、短縮し、安城は、ミルコデムーロで、GI のアサヒハイフューチュリティステイクスに出走。全走 GII を圧勝し、 タケユタカの HGI 完全制覇と共に注目されていたエアスピネルに続く2番人気に押される中、直線では先に抜け出したエアスピネルを4コーナー最後方から追い込んで優勝。くしくもお互いの母シーザリオとエアメサイアが戦った10年前の優秀品馬と同じ結果となった。キャリア2000枚での同レース制覇はグレード制が導入された1984年以降で 初の快挙、デビューから29日目の GI 制覇は1998年の阪神3歳ヒン馬ステークスを優勝したスティンガーと並び最短体記録だった。初戦は、サツキ賞の前哨戦となる3月6日に中山競馬場で行われた弥生賞から始動。前年に続く対戦となった朝日杯2着のエアスピヌル自身と同じく2002賞で重賞初挑戦の マカヒキと共に3強の構図となったが、単一1.9倍の一番人気に支持された。レースは、4コーナーで先頭に立ち押し切りを狙うが、上がりサンハロンが34秒4の、リオンディーズに対して上がりサンハロン33.6秒と、自身を上回る末、足を繰り出した2番人気マカヒキに刺され、2着となった。続いて4月17日のクラシック3冠、第一戦。 中山競馬場で行われたサツキショーに出走。同日 QR の同条件のレースでは、完全に前残りの決着であったこともあり8枠16番から、スタートを決めるとそのまま先行、逃げるリスペクトアースの直後につけた。しかし交渉面で強い向かい風の中1000メートル通過58.4、最終的には、サツキショーレコードとなる速いペースでも抑えきれず、 戦闘に立つ展開となり、直線粘るもののディーマジェスティの4位入戦、さらに最後の直線で馬体を合わせに行った際に、エアスピネルの走行を妨害したことで5着に5着となった。地走には5月29日のクラシック3巻、第2戦、東京競馬場で行われた東京優勝を選択。ディーマジェスティ、佐藤のダイヤモンド、馬カ引きと共に4強を形成し4番人気に、 指示された。レースは、スタート後後方に下げるもやや折り合いを各く展開となり、直線は後方からメンバー最速の上がりで追い込むも届かず、マカ引きの合着。春は無冠で終え、秋に向け課題を残す結果となった。秋は、神戸新聞杯に向けて調整が進められていたものの、浅く権炎を発症し、休養で3歳シーズンを終えることとなった。さらにその後、 前浅屈検つなぎ部の不全断裂を確認。復帰は極めて困難と判断され、10月13日付で競争場登録を抹消された。引退後は、ブリーダーズスタリオンステーションで種ボバとして供用されている。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。引退後は、種ボバとなり、ブリーダーズスタリオンステーションでつなぎをされる。 初年度の種付け量は100万円、種付け等数は191等だった。2020年に初年度3区がデビュー。7月5日、福島競馬場の2歳新馬戦で、マルスがデビュー勝ちを収め、これが3区の初勝利となった。ありがとうございます。